はい、皆さん、お疲れ様です。グロアップゴルフ、関良之介です。いやー、長い一日が終わりましたよ、僕にとっての。えー、23日に、手術してきました。てってれー、どうすか、この男の勲章みたいな手首は。いや、ちょっと今、術後、一日明けたんですけど、えー、ちょっとやっぱりまだ、 手首が痛みます、まあ、でも、あのー、本当にいいお医者さんに診てもらって手術してもらったので、えー、本来ならすごい、あのー、入院したり、えー、手術が何時間もかかるっていうものをすごい短時間で、えー、してもらうことができたので本当、まあ、最小限の傷で済んだんじゃないかなと思います。とまあ余談なんですけど今日は。 クリスマスということで、クリスマスツリーをイメージしました。この,この髪型。どうすか、まあ、これがちょっと見苦しいなと思った方は、ここで動画を止めてください。見るのやめてください。まあ、ちょっとあの、まあ、ただの報告動画なんですけど、あの、まあ、ちょっと、あれでしたね。思ったより、その、手術室の中とかって、 本当あのー、そんなに大きい手術じゃなかったんですけど、あのー、すごい看護婦、看護婦さんっていうんですかね、助手の方も、と7、8人ぐらいいて、その先生がやってくれてたんですけど、まあ今回は局,局部麻酔、局所麻酔っていうんですかね、それでまああの、手術の映像を、えー、一緒に見ながらやったんですけど、まあやっぱりその人体の、まあ、傷だったり、 えー、炎症の原因っていうのがすごいよく分かって、えー、まあ、そこの痛みの原因ってものを今回その、年式を通してまず取ってもらえたので、まあ、とりあえず痛みはこれでなくなるんじゃないかなと思います。で、抜歯が1月の7日なんですけど、まあ、とりあえずそこまではもう完全安静で、えー、まあ、様子を見ながらですね、えー、落ち着いた生活を、 送らないといいけないって感じですかねこの感じでいけば来年のシーズン初めにはもう完全に復帰できそうな感じなので、えーまあ、そこを目指してまずは、えー、自分の、えー、オフシーズンにやること来年の目標、えー、そこをまずこのゴルフができない期間に まず一つ一つ、えー、プロセスの目標というのを組み立てて、えー、ゴルフができるようになる頃には、えー、万全の状態と目標を持って、えー、オフシーズンに入れるように、えー、していこうかなと思いますまた、えー、と今後は、まあ、これからもう流星もいなくなったのでアメリカに行くので 僕が単体で動画に、僕が出す動画っていうのは、僕が、えー、っと、まあ、こういう何かの報告だったり、えー、誰かと一緒にラウンドをしたりとか、まあ、そういうレッスンっぽい動画だったり、そういうのが多くなってくると思うんですけど、うん、またそっちの方も、YouTube の方も、まあ、並行して、まあ、編集のスキルだったり、そういうのも上げていけるように、ええー、2021年は、 えー、もっと人としてもゴルファーとしても、えーまあ、二回りぐらい大きくなれるように上だけを見て頑張りたいと思います。えー、ありました以上ですババイバイ